この動画では声優関智一さんの経歴そしてエピソードについて見ていきたいと思います。というわけでまずはその代表作、サイコパスの心強い執行官鴻上信也、ファイトシリーズのもう一つの顔とも言える存在ギルガメッシュ、機動武闘伝 G ガンダムより熱量たっぷりのキャラクタードモンカッシュ、この他にも鬼滅の刃の品塚さねみ、ワンピースのロブルッチ、のだめカンタービレの千秋真一、妖怪ウォッチのウィスパー、呪術廻戦のパンダ、そして何よりそう国民的アニメドラえもんでは2005年以来スネ夫を演じられていることでおなじみです。ではそんな関智一さん、そもそも一体なぜ声優になろうと思ったのか、まずはその経歴から振り返っていきましょう。幼少期は両親が共働きだったため家に一人でいることが多かったといいます。その際暇つぶしに見ていたテレビの影響を受け、タレントや歌手のモノマネをよくするようになったという関さん、せっかくだから覚えたモノマネをみんなに見てもらいたいと、時には近所の公園に友達を集めモノマネショーを行われたりもされていたといいます。こういった目立ちたがり屋な一面を当時から光らせる一方、親や年長者の顔色を伺ってはこうしたら喜ぶんでしょと計算して行動するような大人びた一面も持ち合わせていたんだそう。実際小学生の頃、クラスの班の出し物として仮面ライダーの寸劇を行うこととなった際も、ある大人びた考えから関さんは主役のライダー役を演じようとはそもそも考えませんでした。ではどういった大人びた考えがあったのでしょうか。それはこうです。自分がただ単に好きだからという理由で適してもいないのに主役をやるのが嫌だ、当時からこう感じていたという関さん。そのためより適した人に仮面ライダーを演じてもらおうと、クラスで一番運動神経が良かった子をわざわざ自分の班にスカウトするといったことまでされていたといいます。そして自分は怪人役に立候補、なおこの怪人役がなんだかんだで一番美味しい役回りだということもちゃっかりと分かっていた上でのことなんだとか、怪人を演じている際には結構演技力が必要な役だなぁと漠然とそう思われてもいたと言います。こういった小学生時代の寸劇に通ずる日々の経験が結果として後の役者志望へとつながったんじゃないかと関さんそう語られています。またテレビドラマの影響を受け、刑事になりたい、先生になりたいと口にしていたら、お父さんが役者になれば刑事も先生も全部できるよとそうポツリとつぶやかれたことがあったんだそう。このお父さんの何気ない一言が当時の関さんには役者ってすげえと痛く刺さったと言います。では役者の中でもなぜ声優だったのか。小学校 2,3 年生の頃のこと、関さんはラジオ番組アニメトピアをよく聞いていました。アニメトピアはいわゆるアニラジの元祖とも言うべきラジオ番組で、関さんはその番組に出演されていた田中真由美さんや島津紗恵子さん、三谷裕二さんのトークの面白さにとにかく釘付けだったと言います。ちなみに田中真由美さんといえば、ワンピースのルフィやドラゴンボールのクリリンといった数々の人気キャラクターを演じられている声優さんです。小学生の関さん、そんな田中真由美さんにどうしても会いたいと行動に出ました。当時 NHK の小学4年生理科という番組に田中真由美さん、島津紗恵子さんが出演していると知るや、 NHK に直接電話をかけスタジオ見学させてくださいと直談判すると、なんと心よく OK をもらえたそうで、関さん一人だけをわざわざスタジオに呼んでくれたと言います。そこで大好きなお二人がアフレコしている現場を見学し、サインもいただいたんだそう。このような経験を通じてか、小学校の卒業文集にはすでに声優になりたいと書いていたと言います。なおこの他にもテープに自身の声をよく録音して遊んでいたことも声優という夢を抱くのに繋がったのかもしれないと語る関さん。小さい頃からご両親がラジカセで関さんの発育記録をつけていたために、関さんにとってもラジカセに声を録音するというのはごく日常的なことでした。両親が共働きのため一人で留守番をしている間に声を録音し、帰ってきたご両親によく聞かせていたといいます。ちなみにこの頃関さんは声優になりたいと思うと同時に漫画家になりたいとも考えられていたんだそう。デビルマン、マジンガー Z、キューティーハニーといった数々の名作を生み出したことで知られる漫画家永井豪さんの作品が特に大好きでした。ある時永井豪さんが所属するダイナミックプロダクションに電話をかけ、田中真由美さんの時と同様に見学に行っていいですかと直談判すると、こちらも奇跡的に呼んでもらえたそうで、大好きな漫画家永井豪さんにサインを頂戴したのはもちろん、ダイナミックプロの漫画家さんたちに遊んでもらったりもされたといいます。ちなみに2022年の対談企画においても関さんは対談したい相手として永井豪さんを挙げられ、実際に1時間ほどの対談が行われました。さらに子供時代、関さんはゲゲゲの鬼太郎の作者として知られる水木しげる先生とも電話されたことがあるんだとか、当時自身で描いていた漫画に妖怪呪ぼっこという人を襲って血を吸う木の妖怪を登場させた関さん。しかし関さん自身、この呪ぼっこの弱点がどうしてもわからず、ならば水木先生に聞いてみようと思い立ったんだそう。電話して、すみません、
年樹木湖の弱点は何ですかと関さんが尋ねると、水木先生は木だから火に弱いかなと答えてくれたんだとか。以上、ここまでのお話からもわかる通り、この頃の関さんは声優と漫画家二つの夢を抱いていました。そんな関さん、中学時代は演劇をやりたいという気持ちから演劇部の部室を覗きに行くも、部員は女子生徒ばかり。思春期ということもあり恥ずかしく思い、演劇部への入部は断念。結果、中学時代は陸上部の活動に打ち込んだといいます。高校受験に際しては漫画家になりたいとも考えていたことから、普通校と美術学校の両方を受験します。その結果、普通校の方に先に合格したため普通校へと入学。もしもこの時美術学校に入学していたら、絵の方に進んでいたかもしれない。後に関さんはそう振り返っていらっしゃいます。普通校へと入学したはいいものの、陸上部のレベルが高くなり陸上がつまらないと感じるようになっていた関さん、そこでかねてより憧れていた声優の道を本格的に志そうと声優養成所に通うことを決断。なお、この時役者の道に進むことも一旦は考えられたそうですが、2枚目からは程遠い自らのこのビジュアルでは主演の機会はまず望めないだろうと自己完結的に諦められたといいます。そこで声優養成所へと入所、勝田声優学院を経て廃墟ボイスアクターズスタジオに通われました。当時は高校生で社会経験もなかったために、養成所では人として当たり前のことを怒られることも多かったという関さん。するとある時、講師の方からこう言われたといいます。特に謝る必要はないでしょう、声優を目指そうと思った時の自分に謝りなさい。この言葉には当時衝撃を受け、今でも印象に残っていると後に関さん振り返っていらっしゃいます。そして1991年、海外アニメレポーターブルースの農夫役で晴れて声優デビュー。初のテレビアニメデビューは1993年公開のスタジオジブリ作品海が聞こえるの見習い役でした。同年、機動戦士ビクトリーガンダムのトマーシュでアニメ初レギュラーも務めます。この頃大学には推薦入学で入学するも、自らの意思によるものではなかったため入学式に行ったきりそのまま中退。また19歳の頃から約4年にわたり声優の長澤美希さんと交際されていましたが、関さんの浮気が原因で破局。現在ではそんな長澤美希さんとは当時交際していたことをお互いにネタにする腐れ縁的な関係です。また現在所属する事務所であるアトミックモンキーの名誉会長をお二人して務められています。関さん、1994年に機動武闘伝 G ガンダムでドモンカッシュを演じたのを皮切りに、90年代後半には新世紀エヴァンゲリオンの鈴原桃次、イニシャル D の高橋圭介、カードキャプター桜の木之本桃也といった印象に残るキャラクターの数々を公演されています。なお、新世紀エヴァンゲリオンの鈴原桃次では関西弁を披露されているわけですが、関さんご自身は東京出身。これに対し庵野秀明監督からは、未来の話だから今の関西弁じゃなくていい、適当でいいとお墨付きをもらえ、なんちゃって関西弁で演じることにしたと言います。イニシャル D の収録にあたってはこんなユニークなエピソードも。イニシャル D の一期収録の頃、まだ関さんは運転免許を取得されていませんでした。なので役を演じながらも、運転中にこんなにベラベラと喋りますかねと漏らされていたんだそう。しかしその後、イニシャル D に触発されて運転免許を取得した関さん、わかりました、俺めっちゃ独り言をと、キャラクターの気持ちが身に染みてわかったと言います。これには藤原匠を演じた三木慎一郎さんから遅すぎるとツッコミを受けていました。はい、このように声優として精力的に活動を続けてこられた傍ら、舞台俳優としての側面も持ち合わせる関さん、長澤美希さんらと共に劇団ヘロヘロ級カンパニーを立ち上げ、その座長として舞台俳優として、時には演出脚本家としてもご活躍されています。2014年には落語家の立川白野さんに弟子入り、以来落語を披露されるのはもちろん、アニメ昭和元禄落語心中では主人公の与太郎を熱演されました。昨今では数々の番組 MC としての目覚ましい活躍をされていたりと、その活躍の裾野を広げて尽きない関智一さん。ではそのお人柄はいかにということで、ここからはそんな関智一さんにまつわるユニークなエピソードの数々を一つずつ見ていきましょう。業界屈指の特撮好き。業界屈指の特撮好きで、特に仮面ライダー愛好者として知られています。特撮が好きになったきっかけは、少年期におけるスカイライダーや再放送のウルトラマン太郎の視聴によるものだとのこと。また幼少期の関さんの日課は、秘密戦隊ゴレンジャーの変身セットを身につけての街のパトロール。パトロールしていると同い年くらいの男の子から、あ、赤レンジャーだと叫ばれることもあったそうで、この経験により紛争の快感に目覚めたとのこと。将来的に役に扮する役者という職業に興味を抱くきっかけの一つとなりました。2001年には特撮好きが高じて、ギンガロイドコスモ X という自身考案の実写ヒーロー作品を制作。もちろん関さん自ら主役を務めたほか、主題歌も担当されています。さらに2006年には歴代ライダーのコスプレ姿のジャケットが目
印の関智一の勝手に祝うライダー35周年という CD を発売。アルバムのオープニングナレーションには本家ライダーのナレーター中江真嗣さんを起用するという気合の入れようで、1号ライダーから仮面ライダーゼクロスまでの歴代関連曲の数々を熱唱されました。この他、特撮作品のフィギュアや小道具などのコレクションを保管するためのマンションを借りていると語られたり、アニメのアフレコのオファーと特撮のアテレコのオファーが同時に来た場合には特撮の仕事の方を優先すると語られたこともあります。なお、イラストの腕前でも知られている関さん自身のインスタで騎士竜戦隊竜ソージャーの竜ソーレッドを描いた巧みなイラストを披露されたこともありました。ちなみにですが、関さんのようなイラストが上手な声優さんのイラストをまとめた動画、そしてその反対画伯と呼ばれる声優さんをまとめた動画も出しておりますので、こちらも良ければぜひご覧ください。フィギュア原型師としても活躍。学生時代にフィギュア制作メーカーの海洋堂に通い詰めた経験から、モデラーとしても相当の腕がある関さん、コラム記事での連載のみならず声優としてデビューして以降も自ら原型を手掛けた多数の作品を発表されています。ウルトラマンの中でも特に大好きだというウルトラマンレオのフィギュアを自作されたことも。なお、ウルトラマンレオが好きな理由については、 G ガンダムのドモンを演じた経験から、長きにわたるシリーズの中で異端児扱いされている様子が他人事に思えないからとご発言されています。しかし、そんな関さん、ガンプラ作りは守備班以外、上手に作った完成品を見るのは好きとしつつも、プラモ作りはあまり得意じゃない、どっちかというと僕はフィギュアの原型を作る方が好き、ないものを作りたいんですよと語られています。新人時代の苦悩。養成所にいた頃、先代のマスオ役で知られる講師の増岡宏さんから、お前はお芝居上手だね、でもいい芝居じゃない、もっと泥水をすするような演劇をやれないとダメだと思うんだ、といったことを言われたという関さん。芝居が上手だけど中身がない、ハートのない綺麗な芝居だ、そう周りからも評されることにずっとコンプレックスを抱えていたと言います。モノマネが好きで小器用な面があっただけに、耳で聞いたものを再現するのは得意な一方、それにこだわりすぎるがあまり、あの当時は芝居の本質がおろそかになっていたとご自身で振り返ってもいらっしゃいます。どうすれば中身のあるお芝居ができるんだろうか、そう10年ほどずっと悩まれていたという関さん。その克服の糸口となったのは、相手役との電話口での大喧嘩でした。ある時、舞台の相手役である長澤美希さんから電話がかかってきて、全然芝居が響いてこないと文句を言われてしまい大喧嘩。お互いに泣きながら、やめるやめないみたいな話になるまで発展したといいます。自分の不甲斐なさと相手への怒りの感情が一緒くたに混じり合い、煮えたぎるほどの怒りに襲われたという関さん。しかし、そこでふと、あ、この気分今やってる役に近いかもしれないと途端に冷静にそう思えたといいます。翌日、その怒りを思い返してはイライラしながら本番に臨んでみたんだそう。するとなんと、芝居の始めから終わりまで気持ちが流れている感覚というのを初めて実感できたんだとか。相手役の長澤美希さんにも、やればできるじゃんと褒められました。以来、同じようなことを繰り返していくうちに、ずっと言われてきた中身がないという評価を受けることはなくなっていったといいます。またもう一つ、関さんが養成所時代に大きな学びを得たことがありました。それは感情を律することの大切さです。養成所時代の関さんは、機嫌が悪いとそれが誰の目から見てもわかるくらいあからさまに態度に出てしまう悪癖がありました。そしてその日行われた講師との飲み会でのこと、芝居の話で盛り上がる一同とは裏腹に、講義での失敗を引きずって自己嫌悪に陥り、ただブスッと黙りこくって座っているだけだったという関さん。講師の方が心配して、具合が悪いのかと声をかけてくれるも、別に具合悪くないですと答えてまた押し黙ります。するといよいよ業を煮やした講師の方から、もう帰れと一括され、こう言われてしまったんだそう。いろんな気持ちを抱えているのはわかるが、飲みの席で楽しそうに振る舞えないのだったら帰れ、自身の感情をコントロールできない奴に役者は無理だ。講師から言われたこの言葉に当時は衝撃を受けられたと言います。それは、飲み会での振る舞いが上手い人は芝居をやっても上手いということに気づかされたから。飲み会の最中にどれだけ周りを見て人の話を聞いているか、トイレから戻った時すんなりその場の話に途中から加われるか、あの人お酒なくなったなといったことにすぐ気づけるか、こういった場の空気を読み人のことを見ている人ほど確かに芝居が上手い、そう感じ、自身の感情がすぐ態度に出てしまう悪癖を少しでも改めようと気づかされた瞬間だったといいます。天才指揮者を演じるのに苦労。のだめカンタービレでは、天才指揮者千秋真一を演じた関さん。2007年から2010年にかけて3回アニメ化されていて、千秋の成長を通して演じていることから、自身の声優になるまでの過程や以降の経験を重ね合わせながら演じたとも語られています。また千秋の役どころが2枚目で、さらに天才指揮者という、それまでにあまり演じてこなかったタイプの役だったことから、アフレコでは千秋像を探りつつビクビクしながら演じられていたんだそう。フランス
ス語で話すシーンや指揮をするシーン、鼻歌を歌うシーンなど多くのことに気を使い、時には自宅の鏡の前で鉛筆を持って指揮の練習を実際にしたりもされたんだとか。野田めこと野田めぐみを演じた声優の川澄彩子さんが音楽大学出身だったことから、作中とは反対にアフレコ現場では千秋が野田めに音楽を教えてもらう逆転現象が起こっていたとも言います。2005年以来スネ夫を公演。もともとスネ夫のファンだったという関さんですが、リニューアル版ドラえもんのオーディションは当初スネ夫役ではなくドラえもん役で参加オファーが届いていたと言います。関さん自身もさすがにドラえもん役は無理だろうと思いつつ、一応オーディションを受けたんだそう。そして案の定落選。後日行われたスネ夫のオーディションに参加し内定を得ました。前スネ夫役の肝付金田さんとはかねてより幾度も共演されており、親しい間柄だったと言います。そんな肝付さんからスネ夫についてこうしてほしいと言われたことは一度もなかったという関さん。一方肝付さんはご出演されたテレビ番組の中で関さんが演じる新しいスネ夫について触れ、彼はすごいと思いますよと関さんを評価されていました。肝付さんが2016年にお亡くなりになられた際には関さんこのようにツイートされています。尊敬する先輩が旅立たれました。役を継がせていただいたあの時、温かい言葉で背中を押してくださいました。以前拝見したマイク前のあの背中、僕には間違いなく無邪気な子供のそれに見えました。以来憧れの背中に指先だけでも触れられるよう大きな目標になっています。肝付さんお疲れ様でした。スネ夫を体現するために悩んだ時期を経て、今やスネ夫が日常になった、自分と同等くらい大事に思っていますと、そう語られている関さん。ただ先代を真似るだけではなく、肝付さんへのリスペクトは持ちながら更新していきたい、関なりのスネ夫を楽しんで演じていきたいという気持ちで収録に臨まれていると言います。ちなみにですが、こういった引き継ぎ声優さんのエピソードを交えた聞き比べ動画も出しておりますので、ご興味ございましたらぜひぜひこちらもご覧ください。遅刻の結果トマーシ役に。関さんのアニメ初レギュラー作品となったのが機動戦士ビクトリーガンダムのトマーシュ。しかしこの役は当初演じる予定の役ではなかったと言います。ビクトリーガンダム収録初参加の初日、アフレコの時間を電話で聞き間違えてしまっており、約1時間半の大遅刻という失態を早々にしでかしてしまった関さん、今日デビューで今日で引退とも覚悟されたと言います。しかしいざ現場に行ってみると、関さんが前半来られないからとの理由で代わりに後半に出番の多かったトマーシ役を任されることとなりました。本来トマーシは先代の野原ひろし役でも知られる藤原啓治さんが演じる予定でしたが、関さんが遅刻したがために苦肉の策で関さんと藤原さんの担当キャラを入れ替えてくれていたと言います。その結果1時間半もの遅刻をしたのに、本来演じる予定だった早くよりもいい役をもらえてしまった関さん。当時はこの役の入れ替えがあったという事実を知らず、自身の能力が変われていい役をもらえたとそう思われていたんだそう。この10年後主人公ウッソを演じた坂口大輔さんからこの衝撃の事実を知らされたと言います。なお当時同じ事務所の先輩だったポケモンのサトシ役で知られる声優松本里香さんからは、あんたやる気あるの、シャワー浴びてきただろうと大目玉を食らいました。関智一さんのこういった遅刻癖は他の現場においても同様だったようで、イニシャル D のアフレコ現場では3週連続遅刻して非常階段に呼び出されたこともあると言います。サイコパスのラジオ番組にも寝坊し遅刻してしまったことがある関さん。その際にはルパン三世の峰藤子役でも知られる共演者の沢城みゆきさんからハーゲンダッツ食べたいというメールが届き救われたと言います。ドラえもんの現場でも居眠りや遅刻をしてしまうことがたびたびあるという関さん。収録後に静香ちゃんとドラえもんにご飯に誘われ、二人の間に座らされたかと思えば遅刻などの失態に対する真面目な説教が始まったんだそう。しかし後に関さんこのエピソードについて触れられた際には、静香ちゃんにダメよと言われると燃える部分もと明かされ、これにはその場にいた歌舞伎役者の尾上松也さんから関さんどうかしてるぜと突っ込まれていました。関さん曰く、よく先輩にはこう言われていたとのこと。この業界でこんなに遅刻しても仕事がなくならないのは関智一と高木渉だけだ。ちなみに高木渉さんは名探偵コナンの高木刑事や源太、ジョジョの奇妙な冒険の虹村奥安でおなじみの声優さんで、関さんよろしく、遅刻魔として有名です。壮絶だった新人時代。関さんがデビューしたての頃は武闘派な声優さんが多く、今では考えられないほど現場は厳しく壮絶だったと言います。収録の待ち時間に置いてあった雑誌を手に取り数秒ほど眺めていた関さん、その光景を目撃した先輩が関が漫画を熟読していたとディレクターに告げ口、結果帰りの飲み会でディレクターに漫画読んでたらしいなとおしぼりを投げつけられ、もう二度とお前を使わないと絶縁宣告までされ仕事を干されてしまったと言います。この他にも先輩
先輩に胸ぐらをつかまれ壁に叩きつけられたこともあると語る関さん。ことの発端は先輩のアドリブに笑ってしまい、それがツボに入ってしまったことでした。 2,3 回目までは問題なかったそうですが、4回5回と笑いをこらえきれず NG を出し続けていると、王先輩がマイク前の関さんのところまで歩み寄り、そのまま胸ぐらをつかみスタジオの奥にまで連れて行かれ、壁にドーンと思い切り叩きつけられたんだとか。そして何がおかしいんだよと凄まれた関さん、これにはただすいませんと謝るしかなかったそう。この経験がトラウマとなり、以来 5,6 年は現場で楽しくいることができず、終始暗い気分で過ごしていたといいます。なおその某先輩声優がアフレコが一向にうまくならない新人女性声優の胸ぐらをつかみ、何遍言われたらできんだよと床に叩きつける場面も目撃したことがあるという関さん。その光景には一度スーッと血の気が引き、背筋を凍らせたといいます。なおそんな厳しい時代のアフレコ現場においては、井上和彦さんと野沢雅子さんが優しいから、その二人のそばにいろとアドバイスを受けられてもいたんだとか。当時は現場に行くのが怖かった、今日誰に何させられるんだろうと怯えていたと、後に関さん当時を振り返っていらっしゃいます。下ネタ声優と称されるほどの下ネタ好きで、さらには自他ともに認めるプレイボーイであることから、自身の実体験を交えた経験談や下ネタをラジオで赤裸々に語られることもしばしば。ちなみに同じく下ネタ好きな友人山口勝平さんからは、愛称であるチーチに合わせてチンチンと呼ばれることも。山口勝平さんといえばワンピースのウソップや名探偵コナンの工藤新一でおなじみの声優さんです。話は若干変わりますが、舞台で山口さんと共演した際のこと、関さんの自宅よりも山口さんの家の方が遠いにもかかわらず、必ず自宅まで車で送ってくれと頼み込まれていたんだそう。ある時、先輩ですけどさすがに嫌ですと関さんがそれを拒むと、山口さんは関さんの運転する車内で爆睡してこれに対抗、何としてでも自宅まで運転してもらおうと考えたんだとか。一方これには関さんも負けじと、深夜の稽古終わりから朝方4時近くまで関さんの自宅に車を止め、山口さんが起きるのを待っていたことも。こういった熾烈な戦いの他にも、関さんは山口さんの寝相が悪いことを明かされ、時には運転中にハンドルを払われたこともあったといいます。お二人はかれこれ30年近くの付き合いになるということで、現在においてもなおこういった仲のいいやりとりでおなじみです。そんな山口勝平さんのエピソード動画も出しておりますので、こちらもぜひぜひご覧ください。はい、話を下ネタ好きの方へと戻しまして、時には関さん度が過ぎてしまい、偉い人や事務所のスタッフから真面目に苦言を呈されてしまうこともあったほど。しかしご本人曰く、エロいのが好きなだけで、どこもかしこも下ネタが好きということではない、普段は言わないですとのこと。ペルソナ4ザゴールデンの生放送番組においてはその本領を遺憾なく発揮、番組中終始服を脱ごうとし、それを浪川大輔さんに止められるというお決まりの展開で話題を博しました。もちろん放送禁止スレスレの下ネタのオンパレードで、時には浪川さんを襲ったり腰を振ったり、関さんの下の毛が見えてしまったりと、完全にアウトな場面も続出。その度にしばらくお待ちくださいという画面に切り替わる異例の生放送番組となりました。シュタインズゲートの番組でもそのあまりに過激な発言からモザイク処理とピーヨンが施されてしまう関さん、最終的には共演の今井麻美さんに後ろから蹴られて静止されます。甘々と稲妻の番組では、犬塚紬を演じた子役の遠藤里奈さんが、関さんをフルーツに例えるとマンゴーだと口にされたその瞬間、うわびっくりしたとのけぞりニヤニヤと笑顔を漏らす関さん。この関さんの反応に中村雄一さんは思わず笑顔をこぼしつつも、関さんの肩を叩いて突っ込み、それでもなお関さんがおじさんが大好きなやつだよとニヤニヤしながら続けられるのには、中村さん苦笑の表情を浮かべつつ、動揺を沈めるためにただ水を飲むことしかできませんでした。サイコパスのイベントでは、サイコパスが続いてくれたおかげで定期的に花澤香菜ちゃんと一緒にイベントに出られて嬉しいとその喜びを語られた関さん、俺の色相は濁りまくっていると前置きしつつ、サイコパスに出てくる声優さんみんな綺麗だからいいよね、ブサイクの声優がいないから、混ざってる作品あるんですよブサイクな声優がと、この日も攻めた発言を連発。これには花澤香菜さんもタジタジになりながら、関さんなんでそんなに攻めるんですかと突っ込まれると、失うものがないからと謎にかっこいい返しをされていました。なおそんな関さんにさえ意外と下ネタ好きなんだよねと認知されている声優花澤香菜さんのエピソード動画も出しておりますので、こちらもご興味ございましたらぜひぜひご覧ください。はい、話を戻しまして、関智一さん、あまりに下ネタトークを展開しすぎるあまりに、ファンからは汚い方の関と言われることもしばしば。というのも声優界にはもう一人の関こと関俊彦さんがいらっしゃり、関俊彦さんを綺麗な関さん、関智一さんを汚い関さんという言い方がいつしか流行しました。なおこれをはじめに言い出したのは、そもそも関智一さんご本人だそうで、関智一さんのラジオでの発言がファンの間に広まり使われるようになったといいます。ちなみに関俊彦
子さんは関智一さんの先輩というだけで血縁関係はありません。関俊彦さんといえば鬼滅の刃の鬼舞辻無惨や忍たま乱太郎の土井先生といったキャラクターでおなじみの声優さんです。金田一耕助シリーズの愛読者、横溝正史の金田一耕助シリーズの愛読者で、金田一ものをやりたいがために劇団ヘロヘロ級カンパニーを結成したという経緯があります。がしかし金田一作品を上演するためには高額な著作権使用料が必須という事実に直面、結果結成から十数年経ってようやく念願の八幡村舞台化にこぎつけます。以降好評を受け、悪魔が来たりて笛を吹く、獄門と犬神家の一族と次々に金田一シリーズを舞台化、関さん自身も金田一耕助を演じていらっしゃいます。憧れの声優は山地和弘、関さんが目標にしているとそう語られるほどの憧れの声優が山地和弘さん。山地和弘さんは進撃の巨人のケニー・アッカーマンやサイコパスのサイガ・ジョージ、ジェイソン・ステイサムをはじめとする数々の吹き替え作品でもおなじみの声優さんで、2020年には鋼の錬金術師のエドワード・エルリック役で知られる声優のパクロミさんとご結婚されたことでも話題になりました。ちなみにですが、山地さん、パクさん夫妻のような声優夫婦についてまとめた動画も出しております。こちらもぜひぜひご覧ください。はい、さて話を戻しまして、関さんが山地さんに憧れている理由は演技中呼吸を止めないからなんだそう。関さん曰く、呼吸を止めないで演技をするというのはとても高度な技で、普通ならどうしてもタイミングを合わせなきゃと気を取られて呼吸が止まってしまうと言います。しかし山地さんにはそれがなく、まるで息をするかのようにお芝居をされるんだそう。がゆえにあの息に行きたいとそう強く思われるんだとか。また山地和弘さんといえば、大河ドラマ軍師官兵衛で演じた暗黒寺エケイ役でも反響を呼びましたが、こういったテレビ映画舞台を問わず活躍されているその姿勢にも触れ、そういうところも目標にしていると尊敬の眼差しで語られました。ちなみに大河ドラマといえば、関さんも2022年放送の鎌倉殿の13人で土御門道親役を公演、いつか大河ドラマに出演するのが夢の一つとかねてより語られていただけに喜びもひとしおだったそうです。なお関さんは声優業界の厳しさをたびたび口にされている声優さんのお一人でもいらっしゃいます。年齢が上がっていくことに役が少なくなっていくと語り、そんな業界における生存競争をイストリーゲームと比喩、長く声優業界で活躍するためには仕事に呼んでもらえるような何かを常に高めていかないといけないと思うと、常にハングリー精神でいることの大切さを説きます。声優志望者に向けての書籍も2017年に記されており、声優業界を目指すことの大変さとやりがいを関さんの経験談を交えながらありのままに綴られています。ただその一方で、この書籍の中で関さんは自身の人生はひどく演劇に偏りすぎた節もあるとも語られています。関さん曰く、それが武器になった反面、プライベートの部分は書籍には書けないレベルで惨憺たる状況にあるとのこと。そしてこう付け加えられました。クズ感は否めないですね。友人関係の深め方一つをとっても、もっと豊かに40代を迎えるための時間の使い方があったのかなと思う部分もあります。反省はしているので、プライベートの部分をどのようにこの先の20年くらいで頑張ってやっていくかという新たな課題が今は見えてきたところです。以上、今回はここまで。皆さんは関智一さんといえばどんなイメージ抱かれていますでしょうか。ぜひぜひ感想をお寄せください。ご視聴ありがとうございました。